これでちょっと入ってみようか。何これ、ぶつかってる、あっちゃんの足な、これは何この椅子、使えないだろうこれは。見てこれ、ちょっとだけでもまっすぐに座ったらもう触もう、あっちゃんこれすごい変に見える、これは自分の愛車のかっこよく運転できると思う。あーちゃん190センチ以上あるから無理だな、なんとかして。あった、もしかしてクッションとか取らないとダメかもしれないんだけど、大変な DIY になりそうだな、なんかダメだね。あ、昨日の夜見たらシート一応入ってたんだけど、ちょっとダサかったよね、高すぎて眠れなかったから朝早く起きて、もうこのシートを今改造してます。このレールいりません、もういらない、何センチだろう、まあ結構太くて、もうこのままシートをボルトします、ちょっと調整してて。この前にやった DIY、 ここもうちょっと削ったの、そのレールに入んなかったから、精一杯後ろまで下げたいから、ここも今ちょっとファイルで開けたいと思います。もうさっきのこのブラケツを全部一回取って、ああしょうがない。だから今一個考えてたのは、もう直接これをもうこうやって止めればどうかな、ね、低さもちょうどいいと思うし、あやるのはここに一個こういう丸い穴をここに入れて、ネジを簡単に入れられて、ここにも穴開けて、そこでネジがここに通せるようにして、で反対側もここの上に穴開けて、でここにも穴開けてネジが入って、でここには、あここはもう大丈夫、ここに穴があるからそれはできるんだけど、もしかしてもうちょっと大きく開けて、でまあなんかこういう感じにすればいいんじゃない、椅子も低くて、まあ調整はしょうがないんだけど、こうすればもっとかっこいいかも、でもっとレース仕様になるからいいね。今すごい苦労しました、2時間か3時間ぐらいかけて、簡単な DIY のはずなのに結構大変でした。この古い椅子覚えてますか、あの買ったシートレールが効かなかったから、古い椅子からのレールを取りました。でな、それをもう一回車に入れました。ここですね、まあ、こうやって錆びてたんだけど、今テストフィット中で、まあ、一応前のネジどっちもあっち側がすごい大変でした、見えないし、ちゃんとあのこのレールもちゃんとこことあっち ちゃんと並べるようにちょっとすごい大変で、でここの、まあ、後ろまだ入ってないのは、これをもうちょっとドリルしてあれが入るようにしないとダメ、あ、まあ、これをちょっと後ろに動かしたら、あと上にちょっとやるだけ、反対側もなんだけど、さっきよりマシだと思います。で今ここすごい汚くてすみませんが、もうこれ買ったシートレールやっぱり使わないかもね、これしょうがないんだけど、こっちの方がまだ全然昨日よりマシだと思います。今ちょっと調整して、とはまあ全部できたらこことかちょっとねペンキ塗りたいよね、そこまあそこだけでも見えるからなんだけど、結構大変です。まあ、なんとかやっといい感じに入ってて、次には
もう一回1時間ぐらいかかってるのはこのワイヤーです。このワイヤーはここにあるレバー、シートレールを動かすように、そこにある穴、ここに見えますか、そこにワイヤーを通さないとダメなの。ここの反対側もちゃんとレールが動くように、ちゃんとワイヤーがきつくないとこの反対側が動かないから、すごい今困ってます。でも諦めてない、この野郎。ワイヤーが壊れました。もう古くてもうこれのワイヤーは終わりですね。あるな。じゃあ今新しいなんかを今考えてます。ここに新しいワイヤーを入れました。ちゃんとここきつくきちんとやって、こっちも きつくやって、もう両方動きますね。今ここ座ってるからそうなっちゃってんだけど、どっちも動くようになりました。もう一度椅子入れました。だがどうなった？ワイヤーが緩みました。もう一回きつくしないとダメですね。これよりイライラしたプロジェクトはまだないですね。でも止まらない、頑張らないと。やっとできました。猫の中今ちょっと汚いんだけど、見てみて、ワイヤータイでできた。まあ誰も下見ないからいいんだけど、ワイヤータイ使ってできました。ちゃんとスライダーも使えるし、でももう出したくないから、ちょっと今ここでこういうのをちょっときれいにしてグリースして、ここで黒いペンキ塗って、ね、そうすればもうわかんないでしょ。グリースもしました。結構スムーズになって、であともう一つのは、今どこ、まあ、一応このレール使おうから、ここクッションがないところでもしかしたらここに似てる紫を買って、本当に薄いやつをここにやると思います。でも今はこのままで、この硬いのでいいです。これで中の DIY 終わりですね。今日中身を終わらせたいと思います。ガレージの中見てたら、こういうパーツも見つかりました。でこれはダッシュの助手席の下に入って、これが運転席の下に入る。ちょっと壊れてるんだけど、まあ今はしょうがないけど、これをまあまだブサイクの赤で思ったのは、これもこのミッドナイトブルーで塗れば、まあ100% ダッシュと合わないんだけど、まあかっこいいんじゃない。でこちらのネジはこのドアに、この前にペンキしたマツダって書いたやつのネジで、これも綺麗に青く塗りたいと思います。いっぱいこうやってプラスチックにペンキして、結構覚えたのは、一番最初のコーティングがすごく薄くやらないとダメです。じゃないと全部なんかボコボコペンキがなんか変にちょっとなって、全然ペンキがよくできないから、最初は結構薄くやって、でその上からもっとどんどんもっと多くペンキできます。ちょっとこことかまだペンキしないとダメだし、ちょっとグリースやった時に床がちょっと取れちゃったね。よくはないと分かってるんだけど、ここにタオルやって、まあ、つけて、ちゃんとテープもつけて、こことかこういうところを直したいと思います。こういうところもね、ここのね、まあここにあるこのなんていうか分かんないんだけど、まあどうなってもいいから、ここになんかかっこいいデザイン俺考えたから、ちょっとオーバースプレーついても大丈夫です。じゃあ始めようか。
まあ今まだちょっと濡れてるんだけど、結構ね、もうわからないよね。全然上手にできたんじゃない俺、ね、自分ばっかり褒めたくないんだけど、俺ってなんかすごいよね。ね、自分でこんなにやるとは思ってないし、まあ結構こういうことやって結構嬉しいです。じゃあここも多分乾いてるから入れましょう。じゃあ今からこれ入れます。じゃあ次の反対側もやりましょう。ここに何個か後ろのプラスチックが壊れてて入らないんだけど、まあ、なるべく3つか4つ入って結構いい感じです。今週の DIY どうでしたか？好きだったですか？なんかもっとよくできたところ、まあ、多分いっぱいあるんだけど、みんなのコメントも読むのが楽しいからコメントちゃんと残してください。それでまた来週結構面白いのがいっぱいあるよ。ちょっと見せようか。おい、まあ箱があっちにいっぱいあって、パーツもまだいっぱい、もうとんでもないパーツいっぱいあるから、まあみんな皆さん楽しみにしててください。では今週は終わりなんだけど、また来週お願いします。では thumbs up でよろしく。